志野さんの高校野球いつから野球やられたんですか、その調子で。やっぱり4歳、まあ、盛んじゃないですか。4歳くらいよ、始めたのはね。ああ、そんな時に始めた。そうそうそう。で、なんで右投げ左になったの、自然になったの。いや、最初右でやってたらしいよ。あの、まあ、投げるのは右だけど、打つのも右でやってたんですか。右でやってたらしいんだよ。だからその記憶、俺3、4歳だからあんまりないじゃない。はい、だからうちの兄貴の、先輩が、まあ、うちの兄貴も野球はやったんだけど、はい、でその時に調子商業行ってる先輩がいたの、でそれがうちの兄貴に、はい、もし、ね、弟を野手にするんだったら、はい、左の方がいいよってただそう言われただけで、はい、で兄貴は俺に左で打たしたんだ。そっから単純な話だった。単純な話で、だから右で振ってる記憶は全くないわけ、はい、もう当たり前に左で打ってたんですね。そうそうそう、もう4歳、まっちゃんに言われたからやっちゃったんですね。じゃあそうそう、もう4歳からやってたんじゃないの、5歳くらいから、うん、でチームは小学校の時あったんですか。あったあった、チームにあったよ。結構やっぱりどこ行っても野球やってたかね、我の時代は。そうです、大人がもう早朝野球とかさ、結構ナイターもありま、草野球とかそういうのが結構流行ってるっていうか、みんなやっぱりスポーツって言えば親父も若い子もやっぱ野球だったよ ね、 そ う、 ですね。だそういう中で育ってきてるから、はあ、お父さんは年で調子ってなんかみんな漁師、うちなんかやっぱり大洗で漁師が多くて、うちではね、八日市場なのよ今の阿蘇。ああそうですか、うん、八日市場で、まあ、おふくろもそうなんだけど、でそっからうちの親父は、まあ、昔でいうなんていうの、土方、うん、うちも土方やってたんです、うん、はあ、だそういうあれでやっぱりいろんなとこに、こう行って、はい、で俺生まれたのは豊島区だから。東京ですか。そう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 、東京ですよ。じゃあ出身東京って生まれは東京で書けるんですね。そう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 、はあ、でそれでまあ生まれてすぐ1歳くらいになって、あの調子に親父とおふくろなんかが行って、はい、で調子に住み着いたみたいな、はい、うん、あそれでですか。そうそうそう、まあ確かになんかカチッとした時の志野さんのイメージがこうちょっと怖いんであんまり喋られないじゃないですか。だからそのよくある港町で低迷感のある近いじゃなかったですもんね。なんかもともと東京の人なんですね。まあでもね、やっぱり中学校高校、中学校が一番悪かったかな。あやっぱり素質はあったんですね、そっち系の。あったみたいよ、やっぱりありますよね。やっぱり仲間がな。あそうなんですよね、自然にね。そうそうそう、そういう形で、そうでやっぱり両親が多いし、そうなんですよ、命がけてやってるからみんな、ね、そうそうそう、そういう意味でやっぱり言葉も荒いですよね、うん、だそういう中で育ってるから、うん、だから野球とかこう真剣にやってなかったらちょっと違う方向に行っちゃってるっていう感じもあったかもしれない、ね、まあ、そういう噂も実は聞いてたんですよ、うんうん、篠塚ってあんなんじゃないぞっていう優しそうだけど違うぞっていうのは、あ、まあ、ライオンズの頃も聞いてたんで、まあ、結構やっぱり試合我々の頃ってさ、相手球団ってさ、すごいヤジがすごかったじゃん、うん、聞かせられないですよね、肉親には。そうそうそう、の親父はだから結構そう遠くから言うからさ、誰が言ってるか分かんねえのこいつとは思うんだけど、ね、で一回ねヤクルトで雨で室内に行く時、はい、あのスタンドの下取っていくじゃん、はい、行きますね。であの入り口のとこ向こうの、あのゴルフ場のさ、はい、練習場の端っこの方から出ていくじゃない、はい、だその時にねやっぱり嫌なヤジを飛ばすやつがいたんだよ、ね、はい、で頭に来てさ、ね、引っ張り、まあ、後ろ選手に止められたんだけど、ね、こんなのここと思ってさ、ね、こいつらかと思ってさやったりして、まあ、そういうのはやっぱり選手が多分見てるんだよね。そうですね、うん、篠さんをだから怒らせていけないナンバーワンが篠さんでした。だ俺球場で怒ったのは一番最初に2年目が何かの時に代打に出てって見逃しの三振したんだよ、はい、だそれも鉢巻き、うん、完全に俺はもう鉢巻きだからって見逃したよ、はい、新馬平子さん勢いで平子さんやっちゃうんですよね、膝ついてさ、やりたかったんですねまだ若い子だった。俺若かったけどねいやいや平子さん今のは鉢巻きだよっっ、ね、俺それでもうだから見逃しの三振っていうのはミスターが一番嫌がるな。うわ怒りそう、怒りますよね、うん、そういうのがあったし、まだ若かったんですね。そうそうそう、でそういう話をしてて俺もう平子さんにガッと言う前に平子さんがじゃあビデオ見てこいって言った
ビデオ見てこい。ビデオ観点の端に。シンバがね、ビデオ見てこいってことはないでしょ。ってさ、俺もカッカしてさ、何りり、ね、ってもうコメントして。で、俺もバットとヘルメット投げつけて、それでベンチ帰ってった。俺それ一回だけよ、球場では起こったのは。平子さんもビビったんじゃないですか。普通退場ですよね。普通で言えなかったですね。手は出さなかったけどね。うん、でも普通は立って審判がさ、ビデオ見て見に行って、これボールだったらどうすんのってなるんだ。みんながね。あ、でもそれぐらいですか。それぐらいだね。俺カッカしたのは。まあ、確かに常に表情は変わらなかったですね。マウンドに行って、大体ピンチじゃないですか。うん、篠さんだけは、まあまあゲッツー取れんなら取りたいよなとか、まあ一つ取ろうよみたいな。そう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 、具体的に言ってくれてたっすもんね。だやっぱり野手っていうのは、なんなら一塁とか、やっぱりゲッツー取れる場面であれば、うん、はい、やっぱりそればっかりを考えるのはね、うん、だからどういうふうにピッチャーが攻めてってくれるのかなっていう、いきなり高めにドーンって投げたりとかさ、こいつゴロ打たせる気あれ全くねえんだなとかさ、ほんと守ってて、手抜くときあるよ。そういう顔してる時ありました。なんだこいつみたいな。そうそう、逆にショート初球ショートアンバンとかだったら、うん、やっぱり低めに投げようとして、まあ、そういうことですね、ゴロを打たせようとしてるんだっていうのがなると、うん、よし、なしっかり守ってやるぞっていうふうになるの。あの、全身外野がもうだんだん二塁で全身取ってるのに、平気で高めにまっすぐ打ったバカいますもんね。そう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 、バッテリーで、お前とりあえず低めだろうって。だからそういうのが絶対その必要だよね。まあ、ピッチャーとバッテリーと、はい、野手の一体感っていうかさ、あ、なるほどですね。そうそうそう、お前らがその気があんだったら俺らもちょっとやってやるよみたいな。そうそうそう、それが、ね、今言ったように高めにさ、2球目も高めとかさ、下手したら釣り玉高めにやるばかりですからね。もういいよ、もう打たれろって思う時あるもん、やっぱり、ね、そういう時は、まあ、打たれなきゃ分かんないもん、バカって言うんですよね。そう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 。あとは僕覚えてるのは、篠さんがアウトになるときは、まあ、打ち損じのイメージなんですよ。うん、まあ、イチローもそうですよね。ところが、あの篠さん、あの頃ジャイアンツ罰金があって、外野ぐらいランナー3塁返さないと、1万、2万、4万、8万、16万とかなって、そうそう、バイバイね、篠さんが何十万って時なかったですか。覚えてる。はい、40万とかなんか、うん、ここで打たなかったら36万。そんな時ありましたよね。そう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 、もう、あ、全員で祈ったの知ってます。いや、篠さんお金あるでしょうけど、北海道だよ。北海道っすか、あれ。北海道で打ったんだよ。ああ、で内野ゴロかなんかで1点入ったんだよ。なんかね、いや、外野ゴロ打ったんですよ。1、2塁間抜けたんでしたっけ。1、3塁で1、2塁間抜いたの。あれあれ、書くよ、書く、中日の。ああ、源氏さんですか。そうそうそう。で、その前のその前に篠さんがショートゴロゲッツ打った時があるんですよ。その前が、ドームで。そうかもしれない。その時僕セカンドランナーで、サードランナー原さんだったんですよ。もう全員がもう篠さんの罰金を阻止するんだと思って、必死だったら原さん満塁なのにショートゴロで僕行こうと思って原さん戻ったんですよ。えっと思って俺止まったんですよね。そしたらなんとショートだから6-2-5のタッチアウトですよ。あ、そうだ。僕止まって、でベンチ帰ったらもうみんな白い顔でコーチ陣が僕のこと見てて、なんで止まったみたいな。いや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 、サードランナー止まったら止まるでしょみたいな思ったけど言えないじゃないですか。そしたら原さんが、デーブごめんなって、俺が止まったんだよ、でもさ篠さんのガヤぐらい見たかったね。その後ですね、じゃあ、で中さんがファーストコーチャーだったよ。ああ、そうですね、あの時篠が何回目だったって、よかったなってさ、握手したもん俺あそこで。みんな、まあ、篠さんの時代のその厳しかった巨人から今を巨人を見て、どうですか、その原監督は、まあ、名将じゃないですか、うん、この今年なんか見てても、まあ、今年あのキャンプにね、あの宮崎行った時に、ちょうど原と話をした時に、ね、今年はなんとかこのメンバーで落ち着いて勝負していきたいっていうことは言ってたね。うん、やっぱり今までがやはりどうしてもね、ちょっといろんなことあると思う、入れ替わり立ち替わり、こうメンバーがそうですね、まあ、いいものを使っていくと、まあ、それはもうその時のこう選手っていうのがやっぱり調子悪かったり、そういうのが多いからさ、怪我したりとか、ピッチャーもそうだし、まあそれはまあ今年もそういう形ではやはり状態悪くなる選手も長くね、いたりとか、
で FA で来た選手も働いてくれない、うん、できた外人も、うん、こういうでやっぱりチーム構成っていうのはそれは篠地監督の思うようにはいかなかったっていうのがあって、うん、まあ、その中ではやっぱり、まあ、今3位っていうかね、あれなんだけど、よくやってるなっていうね。なるほど。その中でもやっぱり吉川とかさ、松原が、はい、まあ、やっぱりこう育ってきてるから、そういうのまた救いだよね。 あれでまたその2人がいな、まあ、まあ、丸も今調子悪いけど、はい、で今日岡本坂本っていうのは、まあ、はい、普通じゃんやって、うん、そうですね、うん、そうですね、だそういう意味ではその2人松原とね、はい、吉川っていうのがやはりこれからジャイアンツを担っていくにはやっぱりいい経験をしてるし、なるほど、うん、これからあの来年再来年と、はい、うん、やっぱり松原なんか今年も危なかったわけじゃない、外人が入ってきて、あとは梶谷を取ってっていう、前の年はそこそこね、はい、成績残してやってすごい不安っていうかさ、はい、でもやっぱり使ってもらって成績を残してるっていうことは、はい、我々外から見てる、まあ、OB としてはね、はい、やっぱりこれから使ってってほしいっていう、うん、のあるよね。あの篠野さんから見てやっぱ篠野さんは入った時から勝たなきゃいけない、しかも中、うん、そのパ・リーグの勝つっていうのはジャイアンツに勝ってやっと最後目立つからジャイアンツ出てこいみたいに戦うんですけど、もちろん勝たなきゃいけなくて、しかもプライベートが24時間、まあ、寝る以外は注目されるわけじゃないですか。その生活しかやってないわけですよね、うん、慣れるもんじゃないと思うんですよね、それって どうなんですか。だからそういう子たちが今いくら野球が地上波でやんないって言ったって、やっぱ巨人の選手は巨人の選手じゃないですか、うん、篠さんたちはどうやって乗り越えたんですか、その巨人の篠塚っていうのが3割打った当たり前、エラーは絶対しないと思った人がエラーももちろんすることもあるでしょうし、うん、どういう気持ちでいたんですか、俺は巨人の選手だと思うのか。原さんは聞いたら、デーブさ、天才は悩んじゃいけないんだよって言うんですよ。いや天才じゃないんだけどな、俺見たらこうやって思い込まなきゃダメなんだって思ったんですけど。まあ、でも悩み込むことはこれはもうしょうがないよね。やっぱり成績が第一だから、やっぱり成績が悪ければさ、はい、悩んだりもするんだろうけど、はい、でもそういうものっていうのはやっぱりグラウンドではあまり出さない、うん、球場にはね、はい、持ち込まないっていう、いつも同じある程度のこうルーティン、まあ、途中にこうルーティン変えたりとかもさ、個人個人いろいろあると思うし、はい、まあ、毎日ある程度こう試合をしなきゃいけないわけだから、はい、だそれに向かってやっぱり自分の中でもこう悩みながら、うん、ね、やっぱり打てなきゃさ、はい、どういうふうにしたらいいかっていうのも当然だし、うん、まあ、趣味のことっていうのはあんまりさ、うん、悩むことってないから、まあ、篠さんのグローブってボールと同じぐらいのデカさにしか見えないですよね。あの、あれがやっぱそん、まあ、でもその篠さんがバッティング、僕は7年目巨人トレードになるときにバッティングって1、2の3だっていうのをやっと気がついて、1、2の3ボールが違うと思ってからファームでカンカン打てるようになって、うん、1軍行ってもまあ打てたんですよ、そこそこ。篠さんがなんかそのひらめいたこととかは何かあるんですか、バッティングってこういうことだよって、目つき以外でのタイミングだとか何かあるんですか。